シン、あまりに細いやつそのままリリースして、切れないから。すごいな、わやだね、速攻じゃん、これ。ジグバンバン切ってくる、ジグだけでもいいじゃない。え、うん、ベタ底しなくていいでしょ、目当たりしない。素手だ、素手がかり、ん素手がかり、わかる。マジで細いの全部逃がしてね。あ、それ一匹いらない。細いですね。細すぎる。うん、いいよ。すごいな。これ何やっても釣れんじゃない。え、コマセ今日使わなくていいんじゃない。うん、これ陽介のやつさ、絡まないからさ、それリリースな、ある程度何匹かつけてもいいよ。このサイズで1匹食ったらみんな追っかけてくるな。これ5本針7とかでやったら、あれだね、これぐらいはもうリリースな。最初ちっちゃいの食ってくるから、でかいの食うの待ってもいいのかな。すごいな、この勝手やば。ああ。これはすごいよ。どこ？ああ、なんか校内どこでも釣れんじゃないこれ。秘密秘蔵館。うん。ん？こんなのさ、ずっとやったら何匹か。あー、でもたまにでかいの泳いでんな。あー、でかいのいるな。今日もこれ鮭竿だから全然持ち込めない。本当だ、めっちゃ細いのいるな。細っ。うん、これがロウソクボッケだ。みんな言い方間違って。
でかいのが欲しいな。こませねえ、いらないわ。そんなに。うん。でね、壁ジグだけでもいいかも。変な。守ってた。こん、あ、いやもう、もう全然。入れ食い。うん、入れ食い。やばい。多分もう二人で速攻30くらい。いや、中であの細いのあれ全部取っけど。ああ。本当に。うん、一回も入ってない。温存してる。ほら、もう食ってきたもん。なかなかな活性だわ、これ。ハママスよりひど強いね。うん。箱一？箱一かもしんない。でも、ハママスはでかいのばっかりやったらね。ポロムイもポロポロ釣れ、ポツポツっと釣れてたんだけど。うん、本当はね、イリカあたりでやろうかなと思ったんだけどね、全く釣れなかったね。まったく。え？なんかね、生き釣りとか餌つけんの面倒だ。もうほんと、ジグか、ジグヘッドワームとか。なんかね、たまにでかいのいいんだよな。うん、なんかな、食って、あ、それはやばい、それやばいわ、やばい、うん、それ取れるわ、痛いんだろう、あ、やべ、あ、追ってくる。なんかね、最初にちっちゃいのが向かってきて、その後なんかでかいの来てる気がするんだよな。うん、でかいの？あ、でかいの。でかいの。でかいの釣った？やべ。やった。ちょ、もうちょい左行ってください。2号なんで、これ3号だから。どうしても重たいんで。うわ。あ、してこれ、はびき風にして。ああ、なるほどね。ブラドットじゃなかったら上がんないですね。うん。シャケロットですからね。あ、シン、ジグ、両方食ってるこれ。上下。あ、いいサイズじゃん。白くなる。うん。表面も。そう、かわいいサイズだな。あ、でもあれか、フライとかでもあったら油少ない方がいいのか。そうですね。フライも何匹か混ぜとくか。ああ、ちっちゃい。え？ちょっとだけちっちゃいのも。かみさんヘルシー志向だね。でも魚の油は大丈夫。え？あ、そっか、あ、そうか。魚の油は大丈夫。あ、そうか。これこういうサビ使って思ったけど、やっぱホッケとかはこういうごつい糸でいいな、うん、お、これはいいですね。売ってるサイズですね。これは売ってるサイズです、ね、これコマセ巻いたらどうなるんだろう。うん、ちょっとでかいのをおびき寄せたいんだよね。ちょっと巻いてみるかな。うん、なんかチリ軍団になっちゃったんだよこれ。うん、じゃあでかい、はい、マジで
本当だ。なぜだ。よいしょ。でかいの来ないかな。網ブロックは1個しか使ってない。巻いては巻いてる人は他にもいるよって。だけど一箇所にとどまってないよって。大体一箇所とどまってない。ね。ああ巻いたらすぐ来たわ。うん。たまーに巻いてやればいいんかもね。いや、すれたのかな。ちなみに曲がってません。なんかすげえ引きいいなと思った。いっぱい連れてきた。酒ざおパワー。うん？うん。酒の音だね。ああ、サビキはね、切れる、全く切れない。しかも針もね、弱くないやつしてるかな？チヌバリみたいな。あ、チヌバリではないな。針も全然大丈夫だね。で、ハリスも太いしさ、こりゃいいわ。あ、なんだこれ、すげえちょびっとしか使ってない。その中に引っかかってただけ。